おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。この事件の調査結果待ってたのよね。やっと入りました。はじめに前回報告した内容を簡単に説明しますね。セブでダバオデルノルデ州の女子学生の遺体が箱に詰められて見つかりました。被害者は19歳のリアメイトクモさんで、7月16日に行方不明となり、翌日の朝にセブ市のティサ地区で箱の中に遺体が見つかりました。初期の調査によれば、近くの住宅地のセキュリティガードが遺体を発見し、警察の調査が行われました。予備的な報告では、遺体は曲がった状態で包装テープで固定され、被害者の左の乳房が何かで刺されていたとされています。現在死因は検視の結果待ちで、警察の調査は進行中です。以上が前回報告した内容を簡単にまとめました。では更新情報をお届けします。セブ市警察がディアメイトクモの殺人容疑で2名の容疑者を逮捕しました。彼女の遺体は2023年7月17日にセブ市のティサ地区の道路脇に段ボール箱に包まれて遺棄されていました。容疑者は22歳のシメオン・カマンギャン・カブテロと、通称インシックとして知られるロベルト・ギスマン・ガビソンです。セブ市警察署 CCPO の作戦担当副局長であるジャネット・ラフター警察中佐は、7月31日月曜日のメディアインタビューで、カブテロが7月29日土曜日にセブ市のグアダルーペ地区のサンパギータ地区で逮捕されたと述べています。グアダルーペ警察は、その地域に武装した人物がいるとの通報を受け取ったことが逮捕のきっかけでした。警察の調査により、カブテロが特務のスマートフォンをセブ市のダウンタウンで販売したことが判明しました。警察は先週、彼の顔をセキュリティカメラの映像から確認してメディアに公開していました。ラフター警察中佐によれば、カブテロはグアダルーペの隣人であるガビソンからその携帯電話を受け取ったと主張していました。ガビソンは7月30日日曜日にグアダルーペのカブラカン地区で麻薬取引の摘発で逮捕され、カブテロによって特務の携帯電話を渡した人物として確認されました。先に CCPO のイレネオ・ダログドッグ警視大佐は、男性カブテロが犯罪被害者の携帯電話をダウンタウンの店で売却していたことを明らかにしていました。商品を購入した2日後、匿名を希望する購入者が携帯電話のギャラリーを閲覧し、特務の写真を見つけました。購入者は以前に彼女の画像をソーシャルメディアで見ており、彼女がティサで殺害され遺棄されていることを知っていました。購入者はその後、ラバンゴン警察署に行き、携帯電話を提供し、売り手に関する情報を提供しました。購入者によれば、男性カブテロは最初にカーボン地区の店で携帯電話のロック解除を試みましたが、800ペソの費用がかかり、彼はこれを非常に高額だと判断しました。彼はその後、携帯電話を2500ペソで購入者に売ることにしましたが、後者は値段を1700ペソまで値切り、最終的に同意されました。トクモはダバオデオロの住民でしたが、セブのマンダウエ市でスペースを借りて暮らしていました。彼女は2023年7月31日の月曜日の朝に埋葬されたと報じられています。以上となります。今日もニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。